えー、はい、おはようございます。ギターネタです。昨日ね、思いつきで、あのどうしようかなー、メイプル欲しい、メイプルシバンのね、あのアフィニティ、えー、スクワイドの安いやつ欲しいけどいい、どうしようなんて言ってたら、えー、皆さんからいろいろとコメントいただきまして、ありがとうございます。えぇ、ー、ねあの、あの、キャメルさんから。 きっと購入すするんですよねメイプルのバキバキの音も必要と思ってます。ぜひ行きましょうと <laughs>。こう言われてしまうと、やっぱしいいね、やっぱしだよね、みたいな感じになってくるんですけれども、メイプルもね、メイプルもいいっすよね。最初買ったのがね、白メイプルでね、その後、ナチュラルメイプルで、で、あとずっと、あーかな。 あのリ,リッチーの影響でローズバッグ使ってるんですけどもでこ,これもいいけど今ちょっとパープルの昔のな見てたらねこれリッチーが一番最初に弾いてた、えー、っとストラットキャスター確かこれですよえー、っとクラプトンからクラプトンの1に遊びに行ったらおこれ持っていけよって言われたあのブラックのやつですねあの、えー、クラのメイプルで。 でスケロプトにしてあるってやつでね、えー、これ確かあの、盗まれちゃうんですよね、えーで、クラプトンには大変申し訳ないことをしたなんて、リッチーあのインタビューで答えてましたけども。 この音ね、やっぱりメイプルいいよね、と思いながらね、マンドレイクルートを弾いてるんですけど、若い頃のいいね、すげえかっこいいんですよね。それでメイプルの黒もいいよなぁなんて思って、アフィニティのね、黒のメイプルは結構在庫ダブついていっぱいあるみたい。 あれだったら当分なくなる心配ないし、ちょっとお仕事一生懸命頑張って、値引きするされてると3万円ちょっとぐらいで買えるみたいなので、ちょっとお仕事頑張ったあれですかね、3万円ぐらい稼いだら <laughs>、なんて気持ちになってるんですけども。ということで、やりました。コメント、皆様ありがとうございました。